国鉄8850系蒸気機関車。8850型は日本国有鉄道国鉄の前身である鉄道員が輸入した幹線旅客列車経営用のテンダー式蒸気機関車である。1912年明治45年6月に運行が開始された日本初の特別急行列車経営を務めることにもなった機関車である。 1911年、明治44年に、ドイツのボルジヒ社で製造された機関車である。機関車本体のみ12両、製造番号4694から4705が製造され、8850から8861と不満された。淡水車は、日本国内で製造。当時、鉄道院工作課長であった、島康次郎が、ドイツで、 蒸気機関車用の加熱機の実用化に成功していることに着目し、輸入したもので、日本初の加熱式機関車である。同じくドイツのベルリーナ製8800系、アメリカのアメリカンロコモティブ車製8900系、イギリスのノースブリティッシュロコモティブ車製8700型と同様の経過で発注が行われた。ボルジヒ社では、 受注後わずか60日で1号機を完成させており、この迅速な設計、製作ぶりも特筆される出来事である。1913年、大正2年には輸入されたものの模倣により、川崎造船所で12両、製造番号60から71が、国内生産され、8862から8873となった。 同社では、シュミット式加熱装置の特許を購入して、これに備えた。また、ボルジッヒの原設計では、圧縁鋼板切り抜きによる、膨大枠仕様であったが、当時の日本では同等の圧縁鋼板を調達する、子が困難で、川崎では、大対策として、中高で製造するため、破壊するまで、落下試験を行い、鉄道省の了解を取って、中高製大枠として製造した。 車軸配置4から6から0系のテンダー機関車で、シュミット式蒸気加熱装置を装備している。ボルジヒ社では、受注にあたって、いくつかの重大な仕様変更を提案した。圧延鋼板を切り抜いて製作する、防大枠の採用とボイラー中心高さを上げ、非合子を大枠上に置くというものである。防大枠の採用により、その屈頭性の大きさにより、 状態の悪い軌道であっても、柔軟に対応でき、結果故障が少なくなるとともに、ボイラーをシリンダブロックと一体化したボイラーを受けで、指示する目ボイラー自体も、強度部材の一部として利用でき、大枠を軽量化できること、また厚い後半を使用することから高さを減ずることができ、重心の低下にも有利であった。ボイラー中心を上げるということは、 当然重心の上昇を招くことになり、走行の不安定化を懸念する声もあったが、ボルジヒ社は理論的にも実験的にも強い自信を持ち、実際の市運転でも問題のないことが実証され、機関車設計人の強い自信となった。この飛行士を大枠上に乗せるという設計思想は9600型に引き継がれ、大量産されることになる。また、 従来の大枠内に非合子を置く強化質方式では、その面積を増加させようとすると奥行きが長くなり、機関助詞は、投坦作業に難重することとなったが、非合子を大枠上に置く高化質方式では横幅を広く取ることができるので、奥行きが減少し、機関助詞の投坦作業の負担も軽減された。通例、4から6から0形状機機関車は、 第2道輪を主連棒を連結するものであるが、本形式では、非号子を大枠以上に置いたことから第2、第3道輪の間を広く取る必要がなくなり、その分第一道輪の位置を後ろに下げて、そこに主連棒を連結した。これにより、固定軸距を縮小し、カーブの円滑な通過に死している。本形式は、機関車本体のみが輸入されたため、淡水車は、 国内で製造された三軸固定式のものである。国産機のものは若干大型化され、第二、第三軸をボギー台車とした型ボギー式となった。括弧書きの数値は、川崎造船所八8862から8873の数値。本形式は、東海道本線で使用されたため、最初は、中部鉄道管理局、後に、 名古屋鉄道管理局に所属し、新橋、沼津、浜松、名古屋の各倉に配置された。1915年、大正4年には8871から8873が名古屋に配置されていたが、1920年、大正9年3月に東京鉄道管理局に移され、同局管内に全社が揃えられた。その後、時期は不明であるが、 横須賀線や東北本線に転じている。1933年、昭和8年6月末現在の配置は、8850から8857、8860、8873の重量が、安房法上、現在の立山、8861から8863、8865から8868、 8870、8872 88の9両が、勝浦、8858、8859、8869の3両が千葉であったが、8861から8872は第一支給車であった。その後、8861、8872、8876、 8879は新鶴見に移され、8864は両国で末置きボイラー大王となった。1934年、昭和9年10月、八高線の全通に伴い8856から8860、8865、8868の7両が、八王子、8853の8855、 8869の4両が高崎に移った。残りの13両のうち8861から8864、8866、8867の6両は仙台鉄道局へ移り、8861から8863は青森、残りの3両を米沢に配置した。 8850から8852は、高萩や平、現在の岩木で入れ替え専用、8870は、千葉に配置されていたが、8871から8873は旧車となっていた。1936年、昭和11年の五能線全通に際しては、8864、8866、 を除いた4両が、広崎、安ヶ沢に転属した。1942年、昭和17年頃からは、同線に8620型が投入されたことにより、これらは東京に戻ったが、詳細は、戦時中のこととて不明である。終戦後の1947年、昭和22年3月末現在の配置は、 8851から 8854?8856 から 8858?8860?8862?8866? の重量が八王子。8861?8865? は飯田町。8850?8867? は土浦。8855? 8864、8868から8873は高萩に配置され、いずれも入れ替え用に使用されていたほか、8859と8863は、千葉、新小岩で旧車となっていた。廃車は、八甲線正面衝突事故車である8853、8869? を皮切りに1947年6月から始まり、1951年、昭和26年3月までに全社が廃車となった。1950年に廃車された8864、8865の2両が、三井鉱山内江専用鉄道に払い下げられた。このうち、8864は1961年廃車となり、 8865もその後解体され現存するものはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。